はい、こんにちは、ゆきおのガングレビューです。今回も先週同様にですね、ガンプラ系のイベント、ジモティの付き添いで行ってまいりました。はい、今回訪れたのは心斎橋パルコで開催しているこちら、ガンダムネクストフューチャーザガンダムベースポップアップツアーということでね、限定品のガンプラがいろいろ売ってるところに来ました。で、入り口を入るとですね、まずはガンダムエアリアルの、これプラモじゃなくてね、ロボット魂アニメの方です。現物を見るとね、かなりかっこいいですね。そうか、立体で動くとこうなるのかって感じですね。はい、まずはね、入り口入るとね、こんな感じで、エアリアルから始まってですね、水星の魔女関連の新作プラモデルが一挙に公開されてましたね。ロボット魂の隣は、水星の魔女の HG シリーズの新作一挙揃い踏みですね。ディランザ一般機、キャラクター A 専用狩りって書かれてますね。角ありになってます。色合いがね、量産機の色っぽいですね。こちら角がね、カブトムシみたいな日本分かれになってますね。はい、そしてこちら SD ですね。 SD のエアリアル、まあエアリアルも SD になるとオーソドックスなガンダムっぽくなりますね。こちら HG のエアリアル、そしてデミトレーナー。今回のラインナップでは僕デミトレーナーが一番好きかな。このカクカクしたデザインが好きですね。はい、そしてその隣、これね、名前忘れたけど何だったっけな。はい、こちらの2体ね。はい、名前がわからないんですけど、この2体も飾っておりました。ちなみにですね、これ後からアテレコしてるわけですが、なぜかというとですね、会場はガンダムの主題歌がガンガンにかかっているのでね、著作権の問題で音は消しております。まあ、どんな曲がねこの時かかっていたかというとですね、強くなりたいと願うことでっていう曲がかかっておりました。で、新作展示コーナーの横に行くとですね、エコプラコーナーがありました。今回の目玉と言ってもいいんじゃないでしょうかね。エントリーグレードから、マスターグレードまで様々なね、エコプラが並んでおりました。このネオンカラーいいよね。RX78-2、そしてストライクルージュ、バルバトス、ガンダムバルバトス、白なのかなに、ブルーのラインが生えてますね。さらにこちらは HG ですけどね、ガンダム走ろ星のクリアーカラーが置いておりました。でね、上には組み立て済み見本もあるので買うときにね、参考にしやすいですね。はい、こちらクリア乳白色になっております。そしてエクシアですね。これかっこいいわ。エクシアのね、ネオンカラーです。これもエコプラですね。はい、まあ、こんな感じでね、一角丸々エコプラコーナーになっておりました。エントリーグレードの今回の目玉の卵ガンダムですね。さらにガンダムエクシアネオンパープル、これがかっこいい。さらにこちらは RX78-2 ガンダムバージョン 3.0 のネオンカラー。やっぱりね、こういう色合いのガンダムはね、特別感ありますね。こちらはエールストライクですね。はい、これ画面で映ったらタラコ色みたいに見えるけどね、実際にはもうもっと綺麗なピンクになっておりました。ガンダムワルボトスネオンブルー、これ黒なんですね。はい、どのプラモも黒にネオンカラーとなっております。そしてエコプラの一角の隣のコーナーは、まあこれはどこのガンダムベースでも売ってる、いわゆるペインティングモデルですね。各種ペイントモデルがいろいろ取り揃えておりました。こちらはユニコーンかな、ザクのペインティングモデル、オリジンのザクですね。はい、その横はエントリーグレードですね。ペインティングモデルの棚の上には彩色見本も載ってましたね。このストライクとかはパッケージで見たことがありますね。はい、そして反対側の棚、こちらもガンダムベース限定のものが売っておりました。こちらね、 HG のビヨンドとかの限定カラーですね。他にもザクとかあります。ちょっとね、もう数が多すぎてね、どれが何バージョンとかわかんない。こちらはビルドファイターズの限定ガンプラコーナー、フミナパイセンからアースリーガンダムのね、ラメの入った素材のものとか、僕のサンドロックのクリアカラーとか置いてましたね。
まあ、イベントの特性上限定ガンプラっていうのしか置いてなかったんですけどね、通常の一般販売のガンプラは置いてなかったわけですけど、この間の京都のサテライトよりかはね、限定品だけで見ても種類が多かったですね。うん、こちらの会場の方が限定品てんこ盛りって感じでしたね。いろいろ売ってました。いや、目移りしましたよ。あれも欲しい、これも欲しいってね。まあ、こういうところ行くときはね、ほんと目の毒ですね。ちなみにこの時店頭でかかってた曲は、レイズオンフラー、声の限り、声の限り、声の限り叫んでがかかってました。そしてこの棚の後ろを振り返るとですね、先週買ったチタニウムフィニッシュがこちらにも置いてましたね。さらに横浜のガンダム関係の商品も置いておりました。こちらね、 78F00、うん、あ、これ先週買ったやつですね。エピオンのメッキバージョンとかね、置いてました。この辺が僕的には一番目移りしたかな。エピオンもね、実際に飾ってあるの見るとね、欲しくなっちゃうよな。うん、チタニウムフィニッシュとかこういうメッキバージョンとか、ちょっとおもちゃっぽいのにやっぱり僕は目が移っちゃうな。あー、このデスサイズも良かったね。テッカテカのデスサイズです。さらにザクウォリアだったかな。真っ赤っかなやつですね。クリアーカラーになっております。で、こちらのフリーダムはですね、銀一色のフリーダムと、あとはエクリプスガンダムのクリアバージョンですね。これもね、見本が飾っておりましたけど、このフリーダムはあんまり惹かれへんかったかな。うん、シルバー一色って感じでね、見た目がなんていうんですかね、鉄むき出しみたいな塗装になっていて、そこまで惹かれなかったですね。F90 の、クリアバージョンとかね、で AG1 のクリアバージョン、3体セットというかね、各パーツのセットになってますね。本体と、タイタスと、もう一個スパローか、うん、セットになっておりました。さらにね、バルバトスのクリアバージョンの各形態セットとかね、いろいろありましたね。こちらは SD の棚ですね。こちらも各色、限定カラーの SD が並んでおりました。全部ね、ガンダムベース限定商品となっております。結構あるんですね。はい。そして、出口に近づくにつれてね、買わないで買えるつもりかという感じでね、エコプラが並んでおりました。うん、こんな感じでね、とどめの一押しって感じですね。いや、ここでね、出口出る前に、ああ、やっぱり買っとくかという気にさせるんでしょうね。はい。もう僕もね、そういう僕もここでやられた口ですからね。はい。まあ、ここでね、このパッケージ見せられると買っちゃうでしょうって感じですね。今回 RX78 は買わなかったですけどね。先週チタニウム買ったので、いや、もうさすがにこれ以上78はいいかって感じでしたね。こちらはホワイトベースハンガーセットと、ガンダムマルコシアスの、アイアンブラッドコーティングですね。これ5000円もするんですね。いい値段しますよね。いや、 HG なのにね。さすがにね、この辺は手を出さなかったですけどね。はい。かなり製品がふんだんに用意されておりました。ね、こちら柱星もこちらにもありますね。衝動買いです。はい、というわけでただいま帰ってまいりました。今回も物欲に負けてですね、いくつかガンプラを買ってきてしまったわけですがね、いや、付き添いのつもりで行っても現地に入るとダメだね。ついつい財布が緩んじゃう。というわけでね、今回僕がどんなプラモを買ってきたかちょっと見ていきたいと思います。まずは1個目はこちらになります。はい。まあ、今回付き添いでとは言いましたけど、僕自身もね、こちらの方は欲しくて、最初からね、行く前から狙っておりました。エコプラになります。はい。エントリーグレードのエコプラ、ガンダムネクストフューチャーリミテッドで RX78-2 ガンダムクラシックカラーバージョンとなっております。はい。ここにね、見えますでしょうか、卵殻プラスチック使用。はい。卵の殻がプラモに混ざってるってことですね。食料廃棄物となるね、卵の殻をガンプラに混ぜてですね、製品化した商品となっております。卵のね、もともとのこの赤い卵ですかの色がね、中に入っているってことなんでしょうかね。
ちょっと中見てみましょう。ああ、なんとなくね、デザートタイプって感じの色してますね。はい。かなり渋めの色になっております。うん、砂漠専用ガンダムって感じの色で使えそうですね、これは。まあ僕はね、エントリーグレード集めていますので、今回のね、これは、もともと欲しかった商品なんでね、今回、あ、付き添いで行くなら、ついでだ、これ買う機会があるじゃないかということでね、はい、狙っておりました。でね、同じプラモは2個買えないんだよ、この会場。1人1個となっているんですがね、それレジに行くまで知らなくて、レジで止められたんですけど、まあ、後ろに並んでた友達にね、じゃあ、友達に1個買ってもらうんで、って友達にさっと渡したけど、まあ、それも止められなかったんでね、そのまま、はい、友達に1個買ってもらいました。1個は組み立ててね、1個は置いときたいと思います。エントリーグレード僕はコレクションしてますからね。はい、というわけでね、まずはこちらのエコプラエントリーグレードガンダムクラシックカラー。さあ、そしてこっからは衝動買いですね。はい、現地をうろついてると欲しくなってきて買ってしまった商品になります。まずじゃあこちらからいきますか。はい、こちらもエコプラです。これはね、イベント限定じゃないのかな、ちょっとよくわかんないんですよ。はい、マスターグレードですね。ガンダムシード。エールストライクガンダムバージョン RM。RM がちょっと何の意味かわかんないんですけどね。とにかくネオンピンクとなっております。まあ、こちらもエコプラということでね。こちらはランナー回収して、再成形されたプラモってことになるんでしょうかね。はい。まがまがしい感じのピンクと黒ですね。いや、現地に行ったらね、何か買いたくなって、いろいろ見て回った時に、あ、これかなと思って、で、これ選びました。うん。もともとピンクの色がね、成型色なんですけど、ちょっとね、蛍光ピンクで塗ろうかなと思います。それ以外の部分はまあ、手出さないかな。そのまま組み立てるかな。あんまり手入れすぎるとね、リミテッドモデル買った意味がなくなりますからね。はい。中を見てみましょう。こんな感じでね、かなり、なんだろ、彩度の高いピンクになってますね。この上からさらに蛍光塗料で塗りたいですね。はいはいはい。それ以外の部分は真っ黒ですね。ブラック、つや消しブラックになってますね。さあ、これもね、まあ、積むんでしょうね。しばらくは積むと思いますけど、いつ作れるんでしょうね。説明書を見てみようかな。RM ってリマスターのことか。説明書はね、通常の説明書と、こちらのエコプラ専用の説明書のペラシがついております。いや、しかしね、やっぱり限定カラー買うんならね、これぐらい、はっちゃけた色買った方がね、やっぱ記念に残るんじゃないでしょうかね。うん。僕はね、このツートンカラー好きですね。さあ、そして、もう一個だけあります。ラス1。もう一個買ったのは、こちら。ドルルルルル。はい、こちらもね、エコプラとなります。リミテッドアイテム。ガンダムエクシア。ネオンパープルですね。先ほどのエールストレイクと同じような感じです。こちらは、ね、紫。黒と紫がね、これがね、エクシアがこのカラーになるとね、ほんと悪者ガンダムって感じがしてね、いいんじゃないでしょうかね。僕はそれでね、これ見た時に、うわ、悪そうと思ったんですよね。これ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 。めっちゃ悪そう。主役機ですからね、エクシア主役機なのに、カラーリングでこんなに悪役っぽくなるのかって感じでね、見て思いました。はい。さあ、こちらはどうなんでしょうね。こちらはそのまま組むかな。うん。素組みで良さそうな気がする。というのもですね、このパープルの部分以外にもね、クリア部分があって、あ、これちょっとわかりやすいですね。クリア部分もクリアパープルなんですよね。こんな感じで。だからね、こちらはね、ほんと組むだけで、あのまがまがしさがね、再現できてるって感じですね。これも、素組み見本が飾ってあったんですけども、それ見て、あ、これいいなと思いましたね。ブラックは艶消しっぽくなってますね。いや、半艶かな。うん。そして紫の部品ね。紫の部品はこうやって見ると普通の紫ですね。特にネオンっぽくはないかな。はい。まあ、なんといってもね、このクリアパープルですよ。うん。これがやっぱり効いてる。そして説明書。こちらもやっぱり説明書は、普通の説明書と、リミテッドモデル用のね、半ピラの紙が入っております。さあ、こちらの方が部品点数は少ないのか。うん。まあ、何にせよね、この間買ったチタニウムフィニッシュのガンダム。あれをまず組んでから、その後ですね。
本当いつになるんだって感じですけどね。はい、今回買ったガンプラはこんな感じです。はい、というわけで今回の動画はこんなところかな。うん、皆さんもね、まあ、会場に行ったらね衝動買いしてしまうと思うんでね、その辺覚悟して足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、今回の動画はそんなところになります。これ以外にもおもちゃ、プラモ、フィギュア、いろいろ動画上げておりますので、よろしかったらそちらの方を合わせてご覧ください。では次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ゆきよでした。